準備完了です。準備に40分かかってる。何か食った。よし。エソ。赤エソってやつかな。お、なんだ。嘘。これ来たの？なんかついてるよ。でも震えるような当たりだったけど。え、何ついてんの？マジ？なんだよ、フグだった。フグか、面白い。ティップランエギング、最初の獲物はフグ。いやー、もう絶対イカだと思った。まあイカっぽい当たりじゃなかったけど。
何も釣れてないです。ちょっと目で入ってるね。入ってます ね。ちょっと嫌ですね。なんか釣れました？いや、今この辺来たばっかりで、寝坊してもて。あ、そうですか。何を狙う予定ですか？畑を。あ、畑ですか。何狙ってるんですか？いや、まあ適当です。あ、でもイカはなんか釣れないかなと思って。あ、はいはいはい。ティップランってやられないですか？エジは持ってきてんねんけど、ティップランのあれは。あ、そうなんですか。この辺どうなんですか？今はちょっと早いですかね？釣れるとこは釣れてるみたいやけど。そうですか。来たらそこそこのおるさやけどね。ちょっと営業しばらくやってたんですけど。はいはいはい。あ、そうですか。まあ今はそういうのがいいですよね、絶対。おーし、あー全然引かない。ちっちゃいな。へそなんかな。へそはえだな。へそじゃないな。よっ。なんか綺麗なすぐみたいなやつ。おお、すごい雨。触って大丈夫かなこれ。怖いな。これ何なの、気色悪い。天気予報になかったよ。雨だよ。みんな気にしてないけど。みんな気にしてないな。誰も動じていないね。触っていい魚かどうかっていうのはちょっと覚えとかないと。なんか怖いな、さっきの魚とかも。なんか気持ち悪い模様してたから。
目が真っ赤なやついるよね。千葉市って映ってるかな。目が真っ赤。ルビーみたいなね、目してんの。緑色のやつもいるしね。何が違うか知らんけど。わし、よっしゃ、食った食った、よしよしよし、よしよし。なんだ、結構いい曲がりしてんのは、なんで。おお、マルチだ。ああ、釣るかな。よし、はあ、大物だな、結構。ああ、でかっ。20、40、分からん、60は行ってないぐらいかな。結構でかいね。でっかい、でかまごち。面白かったな。24、66だから、60ジャストぐらいあるかも。よし、逃がしてるよ。
お、食った食った。おお、結構引く。結構引くで。おもしれ。何？うう。引くなあ。こんなにちっちゃいのによう引くわ。危ない、触らないで。翼みたいなのがついてきたな、さっき。ちょっと、40ぐらい、40ジャストぐらいっす。あれ、これなんだろう、カンパチじゃないのか、よくわかんない。翼みたいなやつよくわからんな。魚のことよう知らんからな。はい、リリース。
おっと、you